はいまずスタートですスタートは中部勢が前を取りましたねはい7番の深谷選手には1番の吉田選手そして9番の坂口選手ですね7番1番9番ですねはいそして中段なんですけども3番の山本選手5番の南選手6番の渡辺選手ですね3番5番6番ですそして後方に太田選手ですね 8番の太田選手、に2番の小倉選手、4番の桑原選手、8番、2番、4番の中四国ラインなんですけども、やはり太田龍馬選手はね前回の久留米記念で少しね制裁を変えたレースをしてしまいましたから、このレースはもう深谷選手がいますからね、ここをどう後方に置いて見せ場を作るか、強いレースを見せるかというところなんですけども、 まあ太田選手はここはね挑む形でレースを運んでいってもらいたいなというのがねえまあそれに対して山本選手なんですけどもやはり戦歴上位ですしもう最近ではもうオールラウンダーですからねまあ後ろにはもうえ名マーカーの南修雄選手もいますしえしっかりとここはね信頼していけると思うんですけどもまあこれはライン3分線なんですけども。 しっかりとしたライン構成ができていますからここはもう深谷選手対大、えー、田選手対山本選手まあ、山本選手がどういう位置取りをするかっていうのが非常にポイントなんですけどもまあ、やはりここは大前提は深谷選手を後方に置かなければいけないですよねまあ、このまま先行されてしまってはもうもう後ろは、ね、なすすべがないのでまず大田選手が1回崩して、えー、中段にね山本選手後方に深谷選手を置いて レースを組み立てた方がレースもさらに面白くなってきて盛り上がってくるのではないかと思うんですけども残り2周の赤番で太田選手を抑えきましたね。しっかりと積極的にに抑えて非常に レースの流れが良くなってきましたよね中段に山本選手が入って深井選手はもうここは粘らずに一気に7番で下がりましたそして緩んだところを、ね、一気にまくり上げようとするんですけども太田選手も、ね、スピードを落とさずに一定な速度を保ちながらここから仕掛けるので深谷選手が後ろから1、ね、回出るんですけど深井選手も1、ね、回また収まりましたよね、太田選手素晴らしいなんかタイミングで仕掛けたと思います。レースが一気にここで あ深谷うしみたいな感じになりましたからね、まあ、中段から車間を空けて山本新選手が、ね、まあ、くりいったこのスピードも良かったですね。 外3コーナー、外にいきますから、深い選手、これで2番の小倉選手に少し煽りをもらって、外走ったことが少しね、えー、前と車間が空いてしまって、3着がいっぱいというところだったんですけれども、まあ、中段からまくり上げた山本慎一選手がね、ここは見事なレースをしましたね、はい、太田選手も頑張りましたよね、太田選手はちょっと、ね、枠的に外枠だったから、逆にそれが良かったかもしれない、ね、うああそうかもしれないですね、まあこのレースは非常にいい、見応えのあるレースでしたね、はい、このレースね。はいはい